ヘアサロン、コモリ。このひねりもない、ストレートの。もしもし。はい。あ、どうもどうも、明日よろしくお願いします。あ、でもあれをやりたいですね。昆虫食の話をしたいです。ジョニー・ヨノが、あの社長芸人が。ええ。そうなんです。彼がゴキブリの養殖会社を経営してるんです。その話すごく面白いんで、あの、ゴキブリ、一番、まあゴキブリって和牛より高いっていう話とかすごい面白いんです。ええ。でも、昨日食べたんですけど、めちゃめちゃうまいんですよ、やっぱ。いいものは。はい、わかりました。はい、失礼します。どうも、失礼します。はい、すみません。明日はね、ラジオ。ラジオね。そう。昆虫食の話しようで、その社長芸人ね、俺の運転手がゴキブリの養殖やってる。え、昨日食べたみたいな話。食べたよ。博士がですか。そうそうそう。ごアヒージョのゴキブリ版で、ゴキージョっていう料理だった。うまかったよ。いや、俺は本当抵抗があったけど。いや、もちろんありますよね。うん、そういうの口に入れれるんですね。俺、下手者なんか何食わされてきたか今まで。たけし軍団出身で。そうですね。一通り下手者食ってるよ。で、俺は嫌いな方だけどね。本当に嫌な方。長さどうですか？いいんじゃないですか。いいですか、こんな感じで結構後ろも綺麗で、はい、一回このちょっと先にシャンプーする前にセットしてもいいですか？はい、あ、セットしなくていい、しなくていいですか？あ、洗う前です。なんか色付きのワックスあるんですけど、うんうん、あ、いいね。ちょっと一回やってその動画映えすると思うんで、はいはい、じゃあ青と赤あるんですけど、うん、どうせシャンプーしちゃうので落ちると思うんですけど、うん、どっちがいいですか？赤がいい。赤です、うん、ちょっとどれぐらい出るかわかんないですけど、ちょっとこういうのがありまして、ね、いいね。そうなんですよ、うん、俺も常にかぶいときたいから。かっこいいな。かぶく。いや、かぶいといた方がいいよ。いや、そうですよね。男たるもの、芸人たるもの。もしかしたらこうやって染めるときもあるかもしれないですけど、一応イメージとしてこんな感じになるよって。めっちゃいいよ。かしてると思う。もう、歩いてて、あの、博士だって分かる方がいいからね。あ、芸人なんて全員指名手配だと思わないとダメだよ。と言いますと、もう誰でも見られてる、誰にも見られてるし、何かやったら、あ、立ちションベンとかしたらもうすぐさ、はいはい、あの、叱られると思って常に生活感も芸人であると。そう、で、女と歩いてたら必ず写真撮られると、はいはい、マスクしてさ、演奏したい、はいはい、女かお前、こうマスクもしてんじゃん、はいはい、だけどもう完全に俺とバレるからね。博士って書いてあります。 それぐらいもう普段から宣伝というか、もう芸人たるもの、うん、いや、この帽子かぶるようになって、うん、その博士って、え、どうして分かったのって言うのが好きなの。え、お忍びで変装してんのにどうして分かったのって言うのが好きなの。好きなんですね。やっぱ目立つのが好きなんじゃないですか、根っからの。いや、ね、目立つのは好きじゃないと思うよ。だけど、はい、芸人になった覚悟があるんだったら、うん、なんでそんなこそ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 私生活もしなきゃいけないんだよ。むしろ全部舞台だと思えばいいじゃん。確かに。聞いたか。聞いたか。なんでそんな大きい体隠して。そう、一言も面白いこと言わずに。一言も喋ってないんですよ。また高木ブーさんみたいなキャラクターしやがって。こんな大きいからもったいないですよね。ないないよ。いいんだ。サムネイル1枚もらってもいいですか。ありがとうございます。ではこれでちょっとシャンプーに入らせていただきます。はい、博士でも結構詳しいですよね、この育毛関連とか髪の毛関連は。あの本だったりとか。これ言っとくけど、3回目のこの育毛っていうかさ、はいはいはい、ハゲから脱出してるの、はいはいはい、まあ、はっきり言えばそういう薬を飲んでるからなんだけど、うん、もう全身から髪の毛が入ってきてるのよ。毛のあるところには。っていうより、はいはい、俺1ヶ月ぐらい置いといたら、はい、狼男みたいになってる。これマジに。
あのスターウォーズのチューバッカみたいな。それやっぱり薬が薬の作用で。いや髪の毛あれだね、本当。あ、その本も今ノートに書いてんだけど、はい、全部の体験記をね、はい、読んでほしいな。 ありがとうございます。もし本当に薄毛で悩んでんだったら、もう現代はそんなの悩む必要ないっていう、はい、美容師やってると本当に多いので。多いでしょ。はい、めちゃくちゃ多いです。今ヘッドスパの需要とかもすごいあるので。そう、ただね、むくむの。これちょっと男のテーマじゃないですけど、いくつになってもそういうのって変わらないですか、その興奮じゃないですけど。いや、わかんない。そういうのは、はい、衰えた時にさ、はいはいはい、エビスさんなんかもう完全になくなったって言ってたからね。だからリビドーそのものがなくなるらしいよ。でエビスヨシカズってあれリビドーが皮膚をつけてるだけだから。そうなんです、ね。そうだよ。だってで必ず結婚するんだけど、今5歳の方と一緒になってるけど、それも理由はさ、はい、あの風俗行かない理由がすごいんだよ。家でやるとタダだからっていう、そういう理由。もうお金も多少あるじゃないですか。なあ、はい、それで所沢にめちゃくちゃでっかい御殿建ててさ、はい、第一次ブームの時にね、恵比寿ブームの時に第一次。そう、それでその全ての部屋でやったっていうのをさ、奥さんとそれを自慢してんだよ。そんな、まあでもそうか、奥さんとやったら全然。そう、なんで風俗行くかね。スマホやったらタダなのにね。それがね、タダって言い方がね、やっぱりそうだろう。タダって嘘でも、大体嘘でもね、なんか建前上言いますけど。俺のハッキッドの元っていうさ、はい、自助伝があるんだよ、はいはいはい、それを文庫化した時に恵比寿さんに会ったのよ、はいはい、伊藤聖光フェスっていうところ、学会が一緒だったのよ、はいはい、それでサイン本で申請したのよ、はい、で恵比寿さん、これサインに入ってるから持ち帰ってよ、恵比寿さんがこういうの捨てるのは知ってるけど。そう、俺恵比寿吉和宛てのサイン本っていうのをさ、はいはい、何冊も持ってるの。返却されたんですか。恵比寿吉和さんへっていう本を古本屋に売るのよ、あの人。どうかしてるだろ。金に、じゃあ本当に執着、大体まあまず捨てるなら分かるじゃないですか、うん、もう最悪処分とか。そう、売るんですね。そう、ひどいだろ。協定をやって、そう、麻雀もやって、そう、それでその久々に会ったんだよね、はい、スーパージョッキーでレギュラー一緒にやってたんだよ、はい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 、10年ぐらい、で久々に会ってさ、はい、昔話してその自助伝を渡して、はい、で途中読んでたんだよ、はい、そしたらあれ、博士ってたけしさんの弟子なのって言って、どんだけ人のことに興味ねえんだよ。びっくりしたよ。そんな人がいるんだな。したらいつの間にかさ、はい、こうコーヒーのさ、はい、コースターに使ってんだよ、あれ俺の本。そう、そう、びっちょびちょなんだよ。悪気があってやってるわけでもなさそうですよね。じゃない。それで帰るとき案の定忘れて帰ってる。ああ。頭きたよ、ほんと。度が過ぎるよ、もう。人に興味がないってことにね。すごい。井上さくらちゃんって、もう俺、娘のように可愛がってるんだけど、あの昆虫食のね。あの眉毛が。そうそうそう。あの子の一番好きなタレントが恵比寿吉和だ。で、恵比寿の仕方と博士が好きって言うんだけど、めちゃめちゃ心外なのよ、俺。そのホルダーの中に俺入ってんのかと思ってさ。さくらさんにはその話は、まだ言ってない。いや、言うよ、毎回。ちゃんとネガティブキャンペーンもやってる。やってるよ。だって俺なんかもうあっちこっちで言ってるのよ、恵比寿さんがいかにだ、なんかさ、害悪があるかっていうのさ。悔しいですもんね、その、恵比寿さんの好感度上がってることに。そしたら、恵比寿さんの本の中に、はい、博士は僕のことをどんどんと宣伝してくれるのでありがたいとか。ずぶといな。そう。手中に取られてましたね。博士さんと有吉さんは僕の悪口を言って、僕を広めてくれている。違うでしょ。
ごい。ちなみに今ハニーパックっていうこの蜂蜜のパックで頭をマッサージしてます。蜂蜜はやっぱり殺菌だったりとか頭皮の保湿とかにすごい優れてるので、結構頭皮硬いですねやっぱり。いやもう仕事しすぎなんだよねもうずっと原稿書いてるから。あの文章量ってとんでもないですよね。そうだ。で今はあの芸人春秋2、3って読んだんでしょ、はいはいはい、あの文庫のやつね、はいはい、あれの新しいやつ3冊分出るのよ、はい、それのをずっとノートに連載してて昨日ようやく終わったの、うん、ぜひ皆さん買って買いましょう。僕も本当にあれ面白くて、あそこまでなんかやっぱ人を掘り下げるのって博士ならではというか、案外なんか人を掘り下げる本はありあってもなんか意外に読んでみたら浅かったりとか、ネットから引き出したのを自分からの角度で語るみたいなのも多いんですけど、やっぱ博士の内容の濃さがすごい。あれの中に出てくるテレビの会話とかさ、はいはいはい、全部全番組を取り寄せてファクトチェックやってるそんな人いないですよ。一応あれあのルポライティングの手法を取ってる話なんだよ、はいはい、だから事実は完全に事実として書いてて、うん、訴訟リスクもあるのよあの本はね。一応許可取りとかそこまでしてないというか、そのいや訴訟リスクっていうのは、はい、その侮辱してるみたいなことで、ね、はいはい、こういうこと書きますよっていうのも言わないですか。もちろんもちろん、はいはい、だから橋本徹さんなんか弁護士だし訴える可能性だってあるじゃない。俺はあのプロパガンダがあったっていう事実をあの中で書いてるのね、はいはい、あのいわゆる高人さんの番組の中に、うん、大阪維新を勝たせるためのその放送法違反なんだっていうのを書いてるの、はいはい、で黒幕は誰かみたいなの書いてるからさ、はい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 、訴えられる可能性だってあるのよ、うん。橋本さんっていうのはそういうのは分かんない しないタイプというか、いや無理だと思ったんじゃない。それは全然訴訟リスク訴訟してされてもいいと思ってるからね俺。でもちろん会っても話もできるんだよ。あ、はい、もちろんもちろん当たり前のことだけど、うん、だから3巻目っていうのはその石原慎太郎さんがいかに嘘をついてるかっていうことも書いてる。わあ、すごい読みたいな。俺と石原慎太郎さんってめちゃめちゃ仲良かったんだよ。仲良かったんだけど、まあ都知事選で東国原さんが立候補して、うん、そっから俺が東国原のお前犬だろうって言われてスパイだろうって言われて。そっからギクシャクしてんだけどさ、でもそんなこと言われるんだったらっていうことなんだ。どうやって言われたんですか、その直接ではないですか。直接だよ。直接ですか、直接番組長く一緒に番組やってたからね、うん、でまた普通に司会やろうとしたら、うん、俺のことシッってやった、うん、え、何ですかって言ったらお前は東のスパイだろう。でもそんな事実は全くないから、うん、全くないっていうか そういう話すらさ、はいはいはい、あのいろんな雑誌ででっち上げされててさ、うん、東の参謀だとかさ、うん、全然そんなことない。博士の靴かっこいいですね。かっこいいっしょ。あんま見ない見ないっていうか自分で作ってる。ここだけね色を変えてカスタムのやつ、ね、そうそうそう、これも一昨日できたばっかり。もう1ヶ月預けて。いや渋いです、めちゃくちゃ。お子さんとかもうどれぐらい、僕よりん僕ぐらいお子さんとか子供、はい、子供はね、高3、中2、中1、はい、すごいですね。あ、中3かもですね。いやもう思春期で、はいはい、大変ですか。長男だわね、反発するね。他の子はもう、まあ、みんな可愛いけどね。ちょっとこのトニック、頭皮のトリートメントみたいなのつきます、はい、ちょっとスッキリします。髪の毛を定期的に金髪にされてるんですか。でもこの、その、ミッキー君が、博士が
金髪の頃がかっこよかったっすって言うからさ、してみたんだけどさ、それで全身タイツの、あの衣装に着替えてんね、朝やんの時のねあれ、そしたらここがこう首のところが伸びちゃって太ってるか、これがもうドラッと見えんのよ。だからその下にさ肌着みたいなのを買いに行ったのよ、そしたらもう完全にもう本当に金髪の、老いたお釜なのよもう笑ってる自分でもちょうど髪もショートカットで、そう、あの IKKO さんがカツダ取ったみたいな感じですよ本当に自分でも笑ったよあれ。今後はどうしようっていう感じですか、金髪維持。うん、どうしようね、だってその A 六助さんに間違われるよりは金髪の方がいいっしょ。そうですね、一時あれで金髪でめっちゃ伸ばしてさあのキキキリンさんと毎年会ってたの、そのキキキリンさんに会った時に、俺が内田裕也に見えるように伸ばしてる時は結構伸ばしますだから、伸びなかったねそこまでいや、なんだっけトントンやって、なんだっけ、トンコツ、トンツカタンです、トンツカタン、トンツカタンのも見てよ。え、トンツカタンの何ですか、ネタ、ネタじゃなくて、博士が来たってやつ本当ですか、うん、うわ、ちょっとやばいねありがとうございます。いいえ、ありがたいよ、本当にみんなで、トンツカタンって人力車、人力車です、若手で、で、何、ドラマ出てんの。あ、今そうですね、ドラマ出たり、なんかちょっと人気ありますね。あの、ヒコロヒーと一緒に読書会みたいなやつな、あ、やってますね、やってるよね、それで見たわ。あ、それこそあの、みほとけさん、みほとけって、昨日やったり、最近カットしてるんですけど。そうなの、水道橋博士と。え、昨日ここに来たの、みほとけさん。もうちょっと前ですね。本当、俺昨日みほとけさんに偶然会ったの。あ、はい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 。あんなの言うか、本当考えられないよだってみほとけさんとその20分前まで DM で、アセンを見てたの、配信のやつを見てて、今 見てますっていうのあって出てくださいねっていうのをやってたの。それで、お昼に末っ子と一緒に、マクドナルドのね、家族分の買いに行かされて一緒に行ってたら博士って言われて、誰だか分かんないよ最初は。マスクしてるし、すっぴんだし、見事系ですって。もう思わず。もうあんなの本当に。そうですね。もう、仏の導きだよ、あれ。見事系の。確かに。で、ここともこういうつながりもあって、確かに仏が導いてくれたんだ。あ、ここのつながりは知らなかった。そうなんだ。でも、みほとけさんって絶対出るけどね。それはなぜですか？もう全然喋れるしさ、ガッツもあるしさ。いや、基本はマスクする。めちゃめちゃ知的だし、それをちゃんと喋れてるし。めちゃくちゃいいと思います。ね、かっこいいです。ありがとう。じゃあ女性もやるんだ。そうですね、女性も多少はできます。女性の髪の毛をいじるってできないからいやでもちょっと覚えて、簡単なのちょっとこう編み込んだりも覚えて奥さんにやってやれば喜びますよ。もう本当気持ち悪いって言われるこう子供が大きくなってくると、こうあれだね、そうやって子供もいるからっていうね、イチャイチャすること自体もなくなる。熟年離婚されないように頑張らない。家庭の博士ってもちょっと想像できないです。なんかめちゃめちゃペコペコしてるよ本当に。あ、やっぱそうなんですね。そう、それが一番ですよね。一番ペコペコしてる練習で意外だ。これ妹とやってる YouTuber、 義理の妹、ママの妹ね。すごい可愛いよ。あ、そう、
まだあれだから、結婚してないんでね。おいくつぐらい？40になったのかな。はいはい、いや、ただ企業の広報やっててさ、喋れるわ、可愛いわさ、本当に人気あるよ。まあ芸人なんかと付き合ったら許さないけど。危ない危ない、罠だった。後ろ全体にこんな感じでスッキリしてあります。はい、ありがとう。おいいですね。上がちょっと遊ぶ感じで、はい、いい感じだと思います。はい、ありがとう。うん、これで、ね、ライブ、明日のライブ頑張るぞ。これもぜひ YouTube 載せさせていただきますんで。はい、どうぞ。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ぜひぜひ。ね、もうバンバン。俺なんか、はい、肖像権フリーだから。それがすごいですね。好きなだけ使ってください。僕らなんてそんな、何も言えないですよね。じゃあそういう、やっぱ話を見習って。うん。勉強させていただきました。どこ使ってもいいです。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。